MLB ダイヤモンドバックスドジャース日本時間1日アリゾナ州フェニックスチェースフィールドドジャースの大谷翔平30ガテ基地でのダイヤモンドバックス戦に1番 DH で出場し1回の第1打席で2試合連続の44号本塁打を放った2戦連発は今季10度目で昨年の44本塁打に並んだホームラン王争いリーグ単独トップの大谷は これで2位のライバル M オズーナ33ブレイブスとの差を7に広げ独走体制にまた打点は96から97に伸ばし自己最高の46本塁打 &100 打点ともに2021年の更新は射程圏に前日は死球からの投類で今季43個目を成功させると8回には2試合ぶりの43号ホームランを放ち MLB 史上初となる 43本塁打、43盗塁を同日にマークした。この日、ダイヤモンドバックスの先発は M ・ケリー35で、2021年に一度対戦し、3打数1安打1打点。そして、2023年 WBC 決勝でアメリカ代表の先発として対戦し、至球だった。1回の第1打席。 大谷はフルカウントから甘く入ってきた8玉目のカーブを逃がさずに強振すると、打球は快音を残してバックスクリーンへ。打球速度175キロ、飛距離128メートル、打球角度35度、今季10度目となる2試合連続の44号ホームラン、MLB 史上初の4号から4号まであと1本塁打、2盗塁となった。 先頭打者アーチは今季5度目、さらに続く M、ベッツ31、F、フリーマン34も大谷に続いて本塁打を放ち、MVP